1>, Ladies and gentlemen. 1月6日週末金曜日時刻は4時を回りましたアジクーターラジオアジラジ生放送の時間です えー、新年ままってあってあといいう間に週末の金曜日でございますお相手は DJ モーリーとイラミナ世紀ですさあイラミナさんは、はい、今年は初ということでそうですねはい明けましておめでとうございますどうやら噂によると「明けましておめでとうございます」の類の挨拶が苦手らしく<へー> <laughs> えどっから聞いたんですかどっから聞いたのか分かりませんけれども <laughs> <え>とりあえずイラミナ世紀はこの新年のご挨拶が「 えー、奥で苦手だと <laughs> え待っ待って待って,待て怖い怖いどっから聞いたやどっからかな,な何の番組聞いたわそれ俺言ったっけな心当たりありますいやー言ったかもしんないねな何かで分かんないですけど覚えてないなえでも今年僕ラジオは初声出しなんですよあそうですか今,日が今がなるほどなので そんな話をしたのは去年じゃないですかもしかしてなんかねわかったわかった今日の収でだ分かった,かった噂で聞いたんですよあだ <laughs> 聞いたなお前さてはいや僕本当に何も聞いてないんですけど誰かから風の噂で聞いたんですよ <laughs> 誰かわか,からないですけど怖っマジであそうなんだって言って <laughs> だってめんどくさいじゃんえだってさもう今週はいいよギリはあ 明けましておめでとうございますって言ってくれる人たちいるから。うん、それは返すわ。うん、俺からはあんまり言わないかも。そこですよね、やっぱりね。うんうん、自分からは明けましてなんて口が下げてもっていうところですか <laughs> いやいや、口が下げてもとは言ってないわ。うん、今日言っただろ、さっき俺、お前によ。<laughs> <laughs> 一応それはもう喋り始めですから言うけども、別にいいんじゃないのって感じ。 ああ、そうですか。うん、あのー、急所があるからいいとか、そういうわけでもなく。あ違う違う違う。うん、もう、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、明けましておめでとうございます。なんつって。なんかさ、あのー、確かに。 僕も苦手ではあるよ <laughs> 得意じゃない得意じゃない得意な人に会ってみたい逆にあこの明けましておめでとうございますが得意な人そうそうそう,そういるかな神社ぐらいじゃないわからんけどいやわからない意外とこれをやらないと1年が始まった感がしなくて、うん、釈然としないとかって思ってる方もいるかもしれない、うんうん、まあな、まあ、その1年の始まりだから、うん、まあ挨拶大事にしなさいよっつうのは分からんでもないよ、うん、でもしょっちゅう言ってんのよこっち あれだな1回目だったらもう実にいいんですけど 2>,、うん、2回目3回目だったらアファーだなこれな。もうデージよ <laughs> <laughs> あれ2回目だけどな、この人っていう、ね、<laughs> だからまあ言わない方が安全なんですよ、言ったらね、まあ、でもそれは明けまして、今年初めてお会いする人ぐらいは覚えますわな、ただ、来週ぐらいになったら、もう何回か会ってでしょ、うあなたも昨日会いましたけど、一応ねはよどうですか、あの年末年始、はいはい、沖縄、暖かかったみたいですけれども、そうですね、いらみなければ。うん まあのんびりさせていただきましたよ。うん。あの外にも出ましたしね。うん。初詣も行きましたし。あそうですか。どこに行ったんですかえっと、成田さんに行きまして。あもうさすがに。ちょっと聞いてくださいよ、義母さん。はいはい。僕、今年大吉だったんですけど。大吉。もうめっちゃいい大吉だったのよ。中身が。中身、全部いい。もう、あなた、大丈夫です。しか書いてない。ああ。もうすごかった。こんな大吉、俺、初めて弾いたよ。ああ、から 大吉だったんですよって言われても、なんも羨ましいとも、なんとも思わん。うん、んあ、もうビクともしない。俺の大吉、最強だからマジで。<ー>もう超やばい。見せるわ。持ってきてるから。あ、あそうあ車か。車にあるから今度見せますよ。商売のとこ何て書いてあったんですかあ、もう問題なし。最高。お前最高って書いてあったあ。そんなフランクなおみくじがあった。<笑><笑>俺自分でもあんないいおみくじ書けんわ。<ー>自分宛に。なぁ、まあもう今年は安泰です。じゃあ過去、最高のくじだ。もう最高です。最強です。へー。あー 何も悪いことが書いてない一個もあそうこんな大吉でもさ物によっては中身がさちょっとみたいなのあるっしょ大吉小吉とかそういったのにそんなとらわれはしませんけど今年は嬉しかったね俺ええいいですね最先初めてかもしれないおみくじ持って帰ろうって思ったああいいですねいい話聞いたあのちっちゃい神様がついてきたのよあのゴールドの金色のはい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  あのなんか弁財天あははは,はお,お金の神様だったっすよそう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 そ,うそ,うそれも財布にそっと、はあ、忍ばいやこれ財布に入れた方がいいのかないやだからもうあのいろいろあるでしょそういう話賛否両論、はあ、悪いのは娘いいのは娘持って帰るみたいな何が正しいのか分かりませんけれどもなるほどね思わず持って帰ってしまいましたねいや楽しみですね今年ねやばいっすよもう「俺大丈夫」って書いてあったからはい「俺大丈夫」な金曜日のこの人とお送りしていきたいと思います <laughs> 今日は山崎正義からスタートしていきたいと思います僕はここにいる 『あじくうたラジオ』この放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りします。 さあ週末金曜日「アジクーターラジオ今日も沖縄・市中央パーカーベニュー入り口 FM 小座のスタジオから生放送でお送りしていきますお相手は DJ モーリーとあの昨日ムーチだったじゃないですかあの多分イラミナ家では初ムーチだったと思いますけどそうなんですよ何かやった えあの嫁が午前中から実家に帰りまして<う>あの実家でムーチ作るんだっつって<う>張り切って出ていきましたよ。なるほど、うん、でいっぱい作ったらしいですで近所に配ってやってきたらしいんですけどうち<ー>には一個も持って帰ってきてなくてムーチないのって聞いたらあって言われました。<laughs> <laughs> <laughs> いやいやいやお父さんだからさって <laughs> <laughs> <ー> <laughs> 一応言いましたけど<覚>それそれはあるだろうね <laughs> だからまあ今日あたり家に帰ったらムーチカジャーしてると思いますけどああそっかそっか、はいまあ、だからまだ食べてないんですよどうですか義母さんのところいやあの昨日ね作りましたよ、うん、あ作りましたかはいああなかにえでしたね <laughs> やっぱりなあれ難しいんじゃないの,あの蒸し器がないんで我が家にはあまあまあまあ普通はね、うん、蒸し器なんてそんな常備してないわないんですけど、うん、僕はもう毎年フライパンにお水を入れましてえ真ん中ぐらいまで入れまして、うん、で要は蒸し器と同じ状態を作ればいいんじゃないかっていうことで、まあ、去年からやってるんですけどああ,あそうかそうかふた閉めてあちらすんだそう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 フライパンの中に水を入れてあちらしてでその上に カゴ的なものを置いて、でそのカゴの上に編み編みの、であのカーサムうちをトントントンと並べ、蓋をして蒸すと。中華だ。そうそうそう中華っぽいやつだ。そんな感じそんな感じ。なんかわかるわ。でやったらね、案の定中が中が煮えてなかったな。それどうすんの？もう一回蒸し直すわけでしょ？二度目の蒸し。二度二度蒸しだ。二度蒸し。ああそうあいつを作るわけですか。はい。 いいよねたまに食べるとうまいなあれびっくりするけどよ開けるまで何か分からんさあ味ねうんこれ何味やかっていうのないあのちょっとまあイメージできんですよ黒糖味が当たった場合あちゃってなるんだよねえんで黒糖うまいじゃんいや美味しいんだけど色色味的に色か これかってなるんですけどね昔はその黒糖だったりさノーマルなやつとかぐらいだったけど最近は何その紅芋だったりいろいろあんでしょタームもあるああんのうわ微妙かぼちゃとかあるかぼちゃうっちんとかまあうっちんは分からんでもないけどちょっと何でもやりゃいいってもんでもないけどなまあでもザタームとかではないわけほのかに香るタームの味 あ食べてたらあこれタンも入れてんだみたいなのがそう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 まあまあそれぐらいならいいけど開けてデイジージピンクだったらびっくりするのあんにあーもう真っピンクねななんっんああまあ食弁使ってると思いますけど <laughs> あ,<俺>あれはちょっと行きすぎるかなあれ綺麗に剥がせた時のテンションの高さよなうんあれなん,なんかコツあんのあれあれねあの作る時に葉っぱにこうムチを置くじゃないですかその時に油ちょっとこうつけたりとかするといいみたい油かそうそうそう はあれねこうずっとこうむちゃむちゃしてから、うん、手もあとあとちょっとカサカサしてからちょっと大変さ最後らへん歯でインってやるだろう <laughs> <laughs> ショベルカーフーで。あで細いこの葉っぱのところをな <laughs> ちょっとこう <laughs> なんてう前歯とかでいいってやいますよね死にべたつく場合よな、うん、あそうムーチーねちょっと食べてないからな今日食べれたら嬉しいけどなね<え>じゃあもう義母さんとこもムーチー作ったわけですか そうですねただあの娘に食べてもらいたくて作ったんですけど、はい、いやっていう <laughs> 思い届かずっていうことですねそうですか,ですかパパ食べてって言いますね <laughs> まあいいじゃないですか難しいなそのうちでしょ まあ言ってもね。よかれと思って作ったんですけどね。<ー>よくなかったみたいですね。<laughs> 余計なことすんなって思ったんでしょうね。そうですね。ねはい。さあ今日の番組のテーマですけれども、はい、今日ちょっとね、あの変則的なテーマなんですよ。うん、まあ、あの、やってみると簡単だと思いますが、はい、えー、LINE とかメールで、明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。今年もとかね。うん、そういったこう言葉って使ってるはずなんですよ。まあ、携帯触ればね。 メールぐらい打ちますからまたインターネットの検索なんかね、うん、したりして打つわですよね、うん、でその中でですね「あ」「お」と「うん、と」うん「そして「よ,ととよ,ととよ」と「こー」うん「あ」「お」「と」「よ」「こ」はいこの「あ」と「お」と「よ」と「こ」を一番最初にくる文字って大体もうあけまして「おめでとう」あ「あ」はな「あ,はね、あ」は、ま、ね、あ、そうだと思う おめでとうだと思うんですよ。明けましての次にな、はいうん、打つから、ねはいはい、で今日のテーマとしてはその予測変換で1番目に出てくる文字を送ってもらうのではなくて、うん、3番目に出てくる言葉を送ってもらいたいと <laughs> 言ったら3番目によく使う言葉だ。はい、よく使うというか3番目に最近使った言葉って言った方が正しいのかもしれないな。そうでしょうね。夫だアート大丈夫 えー、あと何トーとヨーとコーだけそうトーって何ねとうってあけましておめでとうございますととって何かよくわからんな取年とかあなるほどそういうことか鳥年のとで「よう」は「よろしくお願いします」「今年もの」のこう 1>, 1番目はそうだろうよ多分そうですよねでも3番目だろ言ったら三番目なんだろうねえー、これもうコーナーの後にすぐちょっとじゃあ見ていきますか 僕チェックしときますすかか自分のあそうで見ない子やっぱ青と横ね,ことね青と横とねこの5つの言葉の予測変換で出てくる3番目の言葉を教えてくださいということでテーマを設けていきたいと思います、はい、さあメールもたくさん来ておりますが、えー、今日最初のコーナー行ってみたいと思います、えー、続いてはメッセージのコーナーでございます。 さあ時刻は4時18分になりましたメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディスクリニックの提供でお送りしますさあ今日の朝の放送のマイオアシスの中でもですね取り上げられた話題だと思いますがこちらの話題紹介しましょう、えー、沖縄タイムスのですね社会名三十名に紹介されている記事です 沖縄市社会福祉協議会を5日、沖縄市社会福祉センター内に性的少数者 LGBT を対象にした LGBT 相談所を新たに開設しました。同様な取り組みは那覇市に次いで2例目で県内の社協では初めてということです。会長は性的少数者が生きやすい社会実現へ向けての一歩と話しています。 沖縄市の社協が市から補助金をもらい設置している心配事相談所の取り組みの一環相談所でこれまで行ってきた家庭や仕事法律などの相談とは別に市民からの要望を踏まえ LGBT 専用の相談ブースを設けたということですプライバシーに配慮し性的少数者やその家族友人からの悩み,を悩みをうるま市の南定志郎さんが担当 え南さんも LGBT の当事者で1984年に東京都内でエイズ相談所を全国で初めて開設した経験を持っていますえ自身も都内を中心にカウンセラーとして活動してきたということです相談は面談のほか電話で匿名でも可能受付の時間は毎月第2木曜日の午後2時から4時だということですはいということで、うん、え沖縄市に LGBT 相談所 専用ブースが新しく作られたということですね、はい、まあいろんなこう悩みに対してまあ窓口というかね受け皿ができたというところですけれども、うん、そうだね LGBT っていう言葉はね近年よく新聞やテレビなどでもラジオでも当然ですけれども取り上げられる言葉ではありますけれどもなかなかこうやって相談できる場所が公になかったっていうのがちょっと僕は驚いてますけども、うん。うん いいいことだとだ思いますね社協でこうやってやることで何というかうーんちょっと言葉選んじゃいますけれどもど、うん、堂々とというかね、うん、あの認められてるところなので相談もしやすすいはずなんですよねうんうんどっか自分で探してよく分かんないところに相談するよりはうまい解決法というかね、うん、何かそういったものに手助けをあのしていただけるような場所になってると思います。 あのー、この記事は、まあ、タイムス、新報、まあ、両紙面に掲載されているんですけど、はい、その新報の,その記事を見た時に、うん、やっぱこの、えー、悩みを抱えている皆さんは、まあ、まずはこう悩みを聞いてもらいたいっていうのがあるんじゃないかっていうことをおっしゃっててでやっぱりこういろんな、まあ、ここそれぞれの、えー、年代に合わせたというか、ね、環境に合わせた悩みがあるはずなのでまずはその悩みを聞くことからという,、ね、う見出しもありました。 なるほどね、えー。今日の話題は沖縄市に LGBT 相談所社協では初専用ブース新設の話題をお届けいたしました、えー、沖縄タイムス琉球新報それぞれの紙面に掲載されている話題なのでぜひリスナーの皆さんもチェックしてみてくださいメッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました さあ「あアジクルタラジオ」週末金曜日、まあ、今年に入って初の金曜日ですけれどもねあのー、明日から3連休おうそうらしいね成人の日月曜日ね来週ね、うん、休みということでうわどうなんでしょうね、あのー、今月仕事始めがね 1>,、うん、1月の4日水曜日というところも多かったと思いますけども、うん、まあ3日出てまたうまくいけば3日休みみたいなうん とんなでしょうけど、ねまあ、でも言っても今週はまあ新年の,の挨拶周回りだったりとか、うん、仕事何やってたっけなって思い出すぐらいの1週間でしょ。そうですね分 <laughs> かんないですけど、うん、まあまあそういった意味では来週からまた気合い入れやすいんじゃないですかまたゆっくり休んでね。 うん、子どもたちは昨日からかな3学生のところは3学期がスタートしてうん、うん、2>, 2学期の二学期生のところは2学期の後半がなんかスタートしたみたいですけどあさってが成人式県内結構沖縄本島かな多くやるらしいんですよ。うん、でフェイスブックとか見てたら「おやおやおや?」 っていう車の改造車の,の写真だったりとか、<laughs> <laughs> あの、こういう若者が、こういうオーダーで髪型をカットしてくださいっていうのがありましたとかで、結構奇抜な髪型になってた新成人の方々いらっしゃったんですよ。あ、そうっすか。ちょっとこれ見て、おやおやおやと思ってしまったんですよね。なあ、ちょっとね、これ、沖縄は特にと言ったまたまずいかもわかりませんけども。 注目されてるところですからそういった意味ではちょっと控えめがいいかなそうですね何もやるなとは言わないっすよ僕らだってそんなもんねやってきたわけですからそれまあまあほどほどがいいよそうだね人に迷惑かけなきゃいいようんうんというだけ言っとこうはいお願いしますよろしくお願いしますさあメールもたくさん来ておりますがまずはトマブンさんはい DJ モーリー世紀こんにちはこんにちはアジラジネームトマブンです 俺も新年の挨拶苦手やすさメールではさらさら書けるけどいざ口に出したら勘だからね <laughs> <laughs> 言い慣れてないからさ、えー、俺も大吉だったやすさ何年かぶりのということではい、あ、ありがとうございますなんあけましておめでとうございます勘だっていうことどんなやって噛むばこれ <laughs> いやちょっとつまずいたんちゃう多分んあけましてちゃんとみたいなこと <laughs> <laughs> まあ言うこんな言葉言うの1年ぶりだからな言ってもそうですよねこ <laughs> れ仕方ないわもう確かにあの明けましておめでとうございますまでは何とか見慣れてるし言えたとしてもああ9年中はとかさその後となそうそうそ,うそ,その後 9年中って使ったことないよなって思うけど抵抗あるもん言うのもねい大体そんな言葉さ使わないからね普段ね今年もよろしくお願いしますねぐらいでいいと思いますけどなまあでも要所要所あの場面ってあるさはいはい襟元正す場面まあまあ必要な時は出てくるよまあ例えば今日沖縄市のね体育館の方では新年祝賀会かなあそうですね沖縄市やるじゃないですかはい まあそういう場に行った時にその諸先輩方を前にした時にきちっとお辞儀を英字側もしてちゃんと言えるような社会人でありたいなと思いますけどねまあなどこ行ってもですざとなちょっとな <laughs> お前もう一回成人式やり直してこいつの話になるかも分かりませんけどはいまあまあそこはしっかりしたいですねはいえー、イ・ジヒョンさんはい DJ モーリー様イラミナセイキ様そして FM こそ大きいの皆様こんにちはこんにちは平の「あ」と入力をすると1番目に「諦めましょう」2番目に「あけましておめでとう」そして3番目は「あー」でしたなんだろうなこの「あー」とりあえず2つぐらいネガティブあーんであ中。んであそう諦めましょう 諦めましょうじゃあ、そのメールか検索かで使ったってことでしょう。でしょうね。何をしてるんですかね。<laughs> あ意外とさ、うん、あのー、一番目に来るのが、そういう明けましてとかではないかもしれない、もしかすると。 あまあ言ってももう一通りそういうの住んでんじゃないのそう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 ,そういつか経ってるから、うん、まあそ,そうだよな正月三が日ぐらいはメールでさ「うん、明けましておめでとうございます」みたいなことを、うん、もうやり取りしたよ俺もしたけどそれ以降そんなに使ってないからねですよね、うん、自分の見るの怖いけどあこれからまだ,まだ見てないけどもはいまあ一通りちょっとメール片付けましょうよそうですねはい、えー、ラジオネームワオのかおりーさんはい えー、モーリーさん、イレミナさん、皆さん、こんにちは。こんにちはイレミナさん、はい、明けおめことよろはい、おはいどます。ワオの香りだよ、モーリーさん、蒸し器貸したのによ、でテーマ何、ね、なんねということで、あはい。はい、今日のテーマはちょっと何回も言わんと伝わらんかもしれんぜ、そう、ちょっと難しいな、これ。えー、っとねー、まあ、予測変換ですね。うん 例えば「あ」あという言葉であれば「あ、えー、けましておめでとう」とか出ると思いますけれども携帯でな携帯でね1番目をちょっと教えてもらうのではなくて3番目の「あ」を何に使ってるのかっていう僕の場合だとこれマジな話もう人柄でしょうね「ありがとう」が出てくるんですよ。待てて番番目目か教えてみ 2, <laughs> 2あけまして3ありがとう前向きやすさ <laughs> <laughs> あ,あけましてあじらじありがとうみたいなそういうことうまいねあ今入れただろ何かあの要はツイキャス更新してるんでツイッターだ、はい、なので自動的に「あ」はあじらじなんですよ <laughs> くっそ番組名とは <laughs> やるやし <laughs> っていうね「まあ」あ<ー>で言えばそういう感じなんですけどそれを「あー」と「お」と「と」と「と」 と青と横というこの5文字をね、うん、3番目にくる予測変化を教えていただきたいということでございます、はい、まあ言ったらどれでもいいわけでしょ、まあ、全部5つね、うん、5つの3つ目を送ってほしいけど、うん、ちょっと送れないわそ<う>っていう人はもうその中から何でもいいわけだ、はい、あいいじゃないですかこれ僕らは当然あ青と横を発表するんでしょうねそうですねこれはもう <laughs> 怖いなやっぱチェック入れとけばよかったなまあアはちょっと見たけどなうん他全然見てないからなあじゃあこれから発表ということでそうですね大丈夫ですかね見てみますかお<う> <laughs> これああもう問題なんだよなさ <laughs> じゃあ僕あー言っていいですかじゃあは三、い、番目三番目ねもう一番から言っていいうん一番遊びに 遊びに。はい。はいはいはい。多分どこに行くのって嫁から聞かれたんでしょうね。遊びにでしょ。違う違う違うわ。からんけど。2番目、改めて。はあ。今年も改めて。よろしくお願いします。みたいなことでしょう。はいはい。3番目、ありさ。怖いないや、これ言い訳させてまして。人の名前だけどさ、ちょうどそのメールやり取りしてただけなの。ムーチーもちも言ってこなかった嫁に対して、あっ って言ったっていうエピソードがありましたけど、<laughs> あ、ごめんなさいこ。あの、言い訳するつもりないですけど。 このアリサはあなたも知ってる人ですから。あ、そうですか。ちなみに嫁の名前アリサじゃないですか違います、違います、違います。ああ、なんか怪しくなってきたな。バカ野郎。そこ広げんじゃねえよ。人の名前ぐらいあったっていいだろ、別によ。ああ、そうですか。怖いわ、マジで。で、これで青と横全部に名前入ってたらウケるはずな、な。怖いな。本当に。今年最高の一年になるなって俺もう、うとうとすれもなんでよ、俺に拝んでどうなるば。 青野軍団さん、はい、チースファッションディーダーモーリー丹波哲郎さんっ誰かあっけましておめでとうございます <laughs>、えー、成田山のおみくじって普天間神宮よりコメント褒めちぎるの多くないあそうあこのコメントに傾向があるってことですかねへえあそうなんだ、えー、俺も2年前に成田山のおみくじ引いた時によいしょしまくられた記憶があるやつさということでうんうんうん いやいいよ俺もう成田山しか行かんからあそうですか褒めてくれるんでしょいやでもマジで最強の大吉なんですよ僕あとでちょっとね言える範囲で車にあるんであそっかそっかそうなんですよちょっともう全部が全部覚えちゃいないですけど天童さんからもね予測変換の「あ」頂いてるんですよ「あ」の予測変換一つ目が顔持ちです顔持ちんか困った顔持ち 汗かなから始める顔文字なんだだと思うで2番目が「ああ」「ああ」「で3番目が「愛」って愛これひらがなの「愛」「愛人の愛」ですねカたとえゴールいなもん何がよや来てるんだからいいだろうやイラミナさん最高のいじりをお願いしますなるほどんだろうね3番目に「愛」ってどんな言葉を言ったんかな愛してるとか言ったんじゃないの あでもそうなると「愛してる」になるさ、うん、あそうか愛だけでしょ、うん、なんだろうね名前やんにあ愛とかで「恵」って読むみたいな人の名前じゃないか怖いなやばいな天童さんも来てますね来てるか今年 <laughs>、えー、そんな青の軍団さんの予測変換の「あ」うん、3番目ってことでしょうかねえー、愛」<laughs> おが俺も、うん、ととじがよよいしょ、うん、こございますそういうことやから <laughs> これって面白いかということで <laughs> <laughs> はい俺もとじがよいしょございますみたいなことだろうよ <laughs> <laughs> 言ったら何 <laughs> やまこれと <laughs> じねとでとじ <laughs> 俺売ったことないな俺もメールでとじって売ったことないかもしれないないよな <laughs> だ嫁とかの方が簡単くない <laughs> まあ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 よいしょもないなよいしょもないわございますだけだぜ俺今わかるのあ,あ<ー>俺ももまああるちゃあるかまあこうで言ったらねあ<ー>あ<ー>。<laughs> これ嘘じゃないかな <laughs> 分からんけど <laughs> 軍団さんもっと下水売ってんか、えー、アファイスイートピーさん <laughs>、はい、ああった、うん、おおはよう、うん、とトランプ,トランプよよい こ米粒、以上。ま、米粒。米粒って何、どんな文章ってんだろうな。いつ使わば米粒。米ならわかるわ。米粒んで。トランプもあれなのかなその、トランプさん、<laughs> 1>, 1月20日のあれとかけてるんか、それともただ単に、うん、あの、なんていうのあの、カードの。正月の。<laughs> はいはい 遊び的な感じのトランプなのかなどっちもあり得るんだよな僕はお,おはようっつうのはいいね。あ,あそうですね。朝からメールしたんでしょうね。うん、誰かにね。誰かね。うん、米粒って何でしょうね。米粒なんだば。米粒あっただったらウケるけどな。<laughs> <laughs> <laughs> 何探してるばみたいな。<laughs> えー、あ,あそう、面白いな、みんな。ワオのカウリーさん。はい。 昨日はムーチ位だったけど今年作るってだったけどさ、うん、オールドブーの注文が大量で断念来年こそはそして今日のテーマ「予測変換のあ」1番目けおめ 2>,、うん、2番目「ある」うん、3番目「アンナ」<ー>だったああ人の名前ですなあ人の名前なのかそうじゃないあ違う アンナとか,かメールでうっさわりにくいだろう「あんな」「だったとかそんなのじゃないのかな「<あ>ダッター」が変換されないみたいな「あんなこんなのあんな」うん、あそういうことかもしれんな明嫁かまあうんうんそうっすね「あ」はでも言ってもよ「うんぱい」安だよ「安牌<倍>うん。あ<ー>、まあ、まあ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 そのあとですよはい青と横の音音横ですよ音<横>問題は。 <laughs> 今んとこみんな音横ろくなのないから <laughs> 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 米粒とか辻 <laughs>、ね、とか辻、うん、ねこれ、うん、<laughs> 心配だな <laughs> 実際自分のもまだ分かってないからねえともぶんさん、はいえー「ガジャンカシマさイよや半袖だしヌーナトがして <laughs> 早速いくよ「ア」<laughs>「アンド」あの「A&W」の「アンド」「沖縄」うん「と時」から。 まあ時計の時っていうね「よ」よと「酔う」「子」「こムーチ」「こっていうのはかあのー、個人のこのムーチ安 <laughs> さということで、はい、ああ意外とみんなでも若干正月絡めてきてない、うん、ああそうですねうんまあまあそうよね言ってもまだ6日ですからねうん <laughs> あそうに次いく次なんだっけ青と横おか お、あなたをどうなんですか。あおと、横、お、おですか。おはね、僕はですね。なんだろうな。ちょっと怖いやつさ。あ、怖い。あ、僕ね。おはね。音符マーク。あ、お、げきも。ね、メールに音符マークつけた場合。 あの、僕、ツイッターとかフェイスブック、やたら音符マーク多いんすよ。うわぁ、怖いわ。マジか。音符マーク。そんなノリノリでもないくせにないマジで。あ、そう。まあいいですけど。1番から言えるの、それ、お。おですかうん。おめでとう。あ、まあいいですね、いいですね。2番目、お願いします。3番目、音符マーク。こいつ。4番目、大阪。安全やさ。余裕がありすぎて4番まで言いやがった。こいつ。 あそうあお」はね俺も全然ありですよはいもう1番から言おうね3番はねちなみに「おめでとう」です僕あそうですかそれはそうです1番が「沖縄市」2番が「オ OK」で3番「おめでとう」「沖縄市オッケーおめでとうどうすかすごいな狙ったかのようなこの並び いや今日にふさわしい五六ですねこれねいややっぱね今年も沖縄市にはたくさんお世話になりたいと思ってますんでね、うん、あそうですか沖縄市 OK おめでとうで <laughs> <laughs> おは解決です安いなー <laughs> 何がはいいだろうやまあという感じでね、はいえー、あとおとととよとこあお、うん、とよこというこの五つの言葉のですね、うんえー、予測変換の一番目ではなくて三番目に来る言葉を送っていただきたいなと思います えー、メッセージメールは761 at mark fmcoza.jp 761 at mark fmcoza.jp でお待ちしております私クータタジオみんなみんなレジレジカジタータクライタ みんなみてねーバイバーイ。 お届けした曲はトラベラーズでジグザグジギンでした。 さあ、アジクータラジオ、週末金曜日、今日1月の6日ということですね。うん、なんかこう、曜日の感覚がまだつかめてないっていう人も中にいるかもね。ああ、いるかもしれないな。週の真ん中から始まっちゃったしね。うん、仕事もさ。うん、でももう年明けて6日目だわけ。そうですね。早いね。早いな。今年も残すところあと350日足らずですか。足らず。足らずですね。 そう考えるとなんかあれね早いね1週間もねうん,うんど,うどうだったの正月はギボケはギボケうんあじらじではちょっと話しちゃったと思うけどうまあ,あの年末年始大阪だったんであそうかそうかで沖縄から旅立つ時にヒートテックを上下履き、はい、2.5倍 あれ実は1.5倍だった嘘だったわあんなに盛り上がったの2.5 <laughs> 倍すげえなっつってたのに1.5倍だったみたいなまあまあいいわもう1.5倍で大阪着きまして、うんはい、予想以上の寒さを体感し <laughs> で向こうでめっちゃ歩いて <laughs>、うん、沖縄の人ってっ歩かないなっていうのを実感して実は飛行機乗りました、はい、はいはい沖縄着きましたうん、うん ヒートテック入ってることに早速後悔して <laughs> 24度ぐらいだったのかな1月の1日正月暑かったからな暑かったな多分沖縄でヤーだけだはずよヒートテックつけてるの <laughs> <laughs> マジで <laughs> バッペ半袖だったのにあの日あののユニクロさんが出している新商品で通常のヒートテックよりも1.5倍温かいと言われてるものがあるんですけど <laughs> はい、はい、これあの普通のパックに入ってないわけ ちょっとしたいい素材の箱に入ってるわけさなんだろ箱,箱に入ってるわけ下着だろうってもあの、まあ、桃引きのね、うん、ちょっとこう温かいバージョンだと思いますけど、うんはい、もうこのパッケージングがすごいわけ宇宙,<ー>宇宙空間にそのヒートテックがパッてこう浮いてる感じのデザインだわけでえ伝わらんけどよまあでも何それ結構するわけ値段的なやつはえっとね2000円ぐらいかな するね家族分買っちゃったんで、ね、まあ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 しましたねへえ,ー、<laughs> えでも向こうではそんなになんつうか通用せずっていうことああのー、でも慣れてくるもんでうん、うん、2>, 2日3日ぐらいするとあなんとなくこの大阪のひんやりとした空気もね内地の寒さはまた沖縄の冬の寒さと全然違うからなちょっと違かったな,ーなんか冷蔵庫封じでたあ,あっちのな、うん うわでも正月から大阪行ってた大変人多かったでしょ。人多かったねうん、うん。あのまあ梅田とか天王寺とかっていうあたりも行ったんですけど、もう商店街なんですけど、もう奥のその地面が見えなかった、うん。 商店街の奥の地面が見えないぐらい人が埋まってても人が埋まってて怖いなそれええやっぱみんなもうそこ行くんだ商店街とかやっぱそうですねでも言っても年末から行ってるからな正月の買い出しの真っ最中でしょ向こうはおいしいの食べてそうだねオール外食だったかなオール外食いいと思う旅行はいいと思うそれで いやいやいや,いや <laughs> だって家でのんびり飯作って食う時間なんてないだろうまあないんですけど<ー>今回ちょっと面白いのがホテルとかに泊まってないんですよ、うん、えなんで、あのー、えっとね、まあ、沖縄でもやってると思いますけどあるマンションの一角を貸し出ししてて、はいはい、でそこに 誰とも会わずにインターネットだけでこのやり取りをしててお金を納めてで鍵はここにありますのでっていうその暗号じゃないけれどもその超頑丈にされたこのロックされた鍵を開けないといけないんですよパスワードを入れてでそれを入れるとパカッて開いてそこからそのマンションの一角の部屋の鍵が出てくるっていうところからスタートだったんですよ。 何それでそこで3泊を過ごしたんですけどベッド暖房キッチン、うん、トイレお風呂も完備されててうん、うん、洗濯機もああのー、あれだウィークリーマンション的なやつだみたいな感じのやつかなっていうのが結構こう、まあ、商売としてやられてる方が多くいらっしゃってて、うん、でそれがめちゃくちゃ安かったんですよあそうなの3泊4日で、えーまあ、3, そう3人で。 まったんですけど万ぐらいね普通下手したらホテルで1泊分ぐらいだそれまあまあまあいいとこ泊まったわねええそれお得だあでも最近そういうのあるみたいだからね沖縄にもねあるみたいですけどねああそりゃいいっすなじゃあもうそれ家族でのんびりとのんびりとでも旅行行ったら外に出たくなるからねホテルとか部屋でのんびりってなかなかねちょっともったいないなと思う思うタイプ俺。 まあ、そうか。うん。疲れちゃうけどね。そうなちょっと気、気づかれとか。うん。ちょっとこう、魚群じゃないけど、魚の群れじゃないけど、この、切符買うところとかも、合わせないといけないさ。人の流れもあるしな。ね。うん。うちなんちみたいに甘く回っちゃできんしな。できないんですよね。ああ、わかるな。まあ、そんな年末でしたけどね。なるほどね。さあ、メールも来ておりますが、MJ さん。はい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 。はーはい。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  あ、集まって、うん、お、思った、うん、と、トイレ、よ、よろしく、<laughs> こ、この。えー、続けてみると、集まって思った、トイレ、よろしく、この。<laughs> ちなみに2番目のワードを続けると、ありがとう、女、トレンチコート、よろしくございます。スケベーや。微妙ということで。微妙とかじゃないよ。やスケベーでよや。 一番怖くて危険よやもう <laughs> ええー、なればその「よろしくう」そして <laughs> まあ「よろしくう」って送ったってことでしょうね、えー、m j さんよ正月からやらかしてますね女で <laughs> <laughs> 女って出ないよな <laughs> 出ない出ない予測変換で出ない出ない女って歌うします <laughs> 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 使うときないし の軍団さん、はいえー、丹波哲郎さんの予測変換をトータルに,にまとめたら、うん、アリサーと沖縄市で待ち合わせ OK で遊びに行った <laughs> ってことでおめでとうでいいよなということで違うよや <laughs> 違うよやこれはね誤解みますね,これねなんで「あ」と「お」で俺メール打ってれば <laughs> もっと使うだろう <laughs> 違うや違いますから。 たたまたまねそういういことだったわけですいやこの一文をさパートナーが見たらこれ確信犯だなと思っちゃいますからね <laughs> もう,もう,もう絶対ダめですねもう <laughs> <laughs> 危ないですね、はい、えー、昼間の奥さんはいはい対昼間の奥さんだけどねはい、はい、メモ用紙に書き出しました、うん、なぜにこの並びああんけアあんけを思うとどうぞよよこ ございますい<ー>やばえー、ヒープーの番宣やし今日は答えてないけどな <laughs> してモーリーさんなぜに3番目を言わすの、えー、ところで清毅さん、はい、今年もどうぞよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いします、はい、なるほどねまあまあ分かりなんか予想できますねアンケートって何ですかね <laughs> あれだろ何かもう,もう言っちゃってるから言うけどうんアンケートの「あ」ってことそうじゃないですかえでもアンケートってならない ほら、あのー、まあ、あイブさんの番組、東じゃないですか。島じゃないですか。 ああ、それで、そういうことね。と思います。ああ、なるほど、なるほど。丁寧に書いていらっしゃるわけですよ。うん。アンケートって言いたいところだけどね。なるほど、なるほど、そういうことね。なぜに3番目、言わすのということなんですが、さっきも言いましたけど、1番目は大体明けましてとか、ちょっとこう、ここ、近辺使った言葉で、3番目っていうのは、もしかすると年末とか、平常の日っていうかね。うん もう正月過ぎて、まあ、まあ正月前か、うん、よく普段使ってる言葉が入日に出るんじゃないかっていうことね出るんじゃないかなっていうねことでしましたけれどもまあ俺有沙だったけどね <laughs> <laughs> 怖いな人,人の名前だっただけでこんなに引っ張るんだな <laughs> せめて男の名前だったらよかったなと思ってる俺も <laughs> 確かにね <laughs> ええー、MJ さんはい スケベン世紀はおみくじ大吉っていよいよ危ないな。<laughs> どういうことですか自分スマホでおみくじっていうのがあったのでやってみたらさ、はい、大凶。うん、でまた夜やってみたから、凶。うん、次の日やってみたら、大凶だったぜ。<laughs> このスマホおみくじ、信憑性高そうでね。<laughs> でも、凶という文字、いずれ目が出るとか言って縁起いいらしいぜ。うん どうらやましいだろうということま、あんま何もうらやましくないですあそうそういう意味があるわけねああの目が目っていうカタカナの目っていう字が入ってるからああそうかそうかそういうことですか目が出てくるその情報嘘でしょうけどねあそうなえばそのスマホでおみくじあるんですねあるんだなあそうですかガンダムさんガンダムさんガンダムファイターさんガンダムさんね 行きましょう行きましょうもう見てるからねあなたね目の前で見すぎてますからねいやそうですねガンダムさんも、ね、ガンダムさんこんな略し方あるかでと思って <laughs> 俺アルゴさんとかさいやアルゴさんは俺はファイターとか言ったりするけどさガンダムファイターアルゴガルスキーという正式名称があるんですよはいそうですねいろいろ省いちゃってたなと思ってなん <laughs> でガンダムさん呼ばまてえー、開けてますよ知ってますかおめでとうございますモーリー先輩 それと2059年の未来から来たセクシーバーショナル世紀解散、えー、今年初めての味く歌聞きました <laughs> 今年もワッシュチョイスはい,いありがとうございます、はい、もう2059年のくだり全然わかりませんけど今年もよろしくお願いします <laughs> <laughs> あそう、えー、アルゴさんあたりは結構3番目やばそうだけどねああ<ー>ちょっと聞いてみたいなそうですねワオの香里さんからの <laughs>、はい 第2弾。2> うん。お、思うよね。と、同級生。<laughs> よ、よう。こ、ことよろ。これまたつまんねえ。<laughs> はー大量のもやし、ちくりて、2時間になる、あと少しだ、ということ。でありがとうございます。これ別に、面白い、面白くない、求めてないんですよ。で、また、運勢を求められてもちょっと困ると。<laughs> 困る、困る、困るんですよ。はい。全然何も言えなくなっちゃうんでね。同級生。 まあいいっすね。とかね。まあ新年会の下りの話なのかな。かもしんないな。もしかしたらな。うん、思うよね。がちょっと俺気になるけどね。思うよね。ああ。<laughs> ちょっとなんか <laughs> あれじゃん。なんか <laughs> どんなメールしたのかなって。気になるね。気になる思うよね。ってなってるのな。<laughs> これあれだな。本当人によって文字って違うんですねこれね。<laughs> あ同じ言葉をね伝えるにもね。うんうん 開けましておめでとうございますっていう人もいれば、ことよろって打つ人もいるし、うん、<laughs> 思うよねっていう人もいるし。<laughs> <laughs> いや普段使ってるこの言葉ってねっ人それぞれなんだなと思いましたね軍団さんにしては辻とか使ってるからな辻ねでも青の軍団さんっぽいんだよなまあだからなあ<ー>やっぱり何かそれぞれもう皆さんのなんかそのメールがこんな感じなんだろうなっていうのがうかえるねうん、うん、キャラが出てますねキャラが出てるまああのメール見てんだけどねこっちも番組でな、うん、毎日なうん。あいいっすねそれにしても。 誰かアジラジとか一人ぐらいいないもんかねマジで <laughs> <laughs> 3番目でもいいからさいないんかな,いないまあ俺ですらないからな<あ> <laughs> それこそそこそしゃないか,か <laughs> まあまああの文字自体にね LINE とかでメール自体でとかで <はい S 2> あんまりこうアジラジって打たないですからねまあ歌う <ん S 2> たんなあのなんつうのかな調べ物とかメールもそうだけど<う>ん,なんかマイクでさ喋ってさ <うん S 1> それが文字にプリ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 って はい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 、はい、出るやつあるじゃんあれこのこの前やってみたのお<う>あれ結構便利だなあそううんうあ,あのまあ例えば開けましておめでとうございます、うん、丸、うん、開業っつったら開業するわけよへえこれどうなってやるのあなんかねマイクのマークがおん あるんですよあアプリ取ってうんうん、うんえー、できるんだアプリとかもうかそのまま普通でもできるよあそううんあの何何尻にしゃべるみたいな感じでへえ<ー>たまに聞き間違っちゃったりしますけどただほとんど聞き間違いはあまりないないですねなあーなんかあの漢字とかをゴニ,ョゴニ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 ョやろうとするとうんちょっと難しいかも分かりませんけどなるほど便利っすよこれじゃあ正月ハマったやつだこれちょっとやった <laughs> <laughs> さあ 4時ではこの辺でエンディングですけれども、まだまだこの後5時でもメッセージお待ちしています。エンディングの曲はスーパーフライでハイファイブ。この曲を聴きながら、まあ1分間の CM を挟んで時刻は5時になります。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、株式会社、ティーダカンカン不動産の提供でお送りいたしました。この後5時も続きます。 Radio on FM ジジさあ夕方5時を回りました。 2017年1月6日週末金曜日、アジクウタラジオ、今日も FM 小座のスタジオからお送りしています。お相手は DJ モーリーとイラミナイキです。さあ、あのー、平成、ま、今年は29年ということで、取り、はいま、年ですけれども、うんま、さっき四時台にも話をしました沖縄市の新年祝賀会の開催が、ま、今日の、えーま、この後、夕方の6時からの会場。 とということですね開演が6時30分ということなんですが、まああのーまあ、行政関係だったりとかね多分議員さんだったりとか、うん、いろんな方々が多分いらっしゃると思いますけれども、うん、そうですねまあ名刺の交換とかねうんうん、うん、あれなんかその独特な雰囲気あるよね、うん、祝賀会新年の祝賀会っていうのは沖縄市でも今日ですけどあちこちでね、うん やられてると思うんですけれども、なんかその時に挨拶しとけーっていうのはあるよね。ああ<ー>、うん、なんかね、柳生さんが今回司会する、はい、みたいで。<laughs> え？<laughs> あ、あの人そういう司会もやるんですか？祝賀会とかの。やるみたいですよ。あ、そう。さすがですね。はい、さすがですよ。わあ、じゃああれですか。あの家政婦の格好してまた。 さすがにトレンチコートは祝賀会ではあ,あそこそここ脱,脱ぐわけですね、脱ぐわきっとね。なるほど、はい、家政婦のやら、僕、めっちゃ笑いましたけど、ね、<laughs> <laughs> 昨日聞いててめっちゃ受けましたよ <laughs> なもうこれ以上いじりようがないと思った。 あのーまあ、昨日の放送聞いてる方は分かるんですけどトレンチコートをね、はい、来てまして、はい、アベニューの向こう側からさっそうと歩く人がいたんですよ珍しいと思ってまあまあまあそんな暑かったしな昨日なぶっちゃけなですよねうん、うん、なんですけどトレンチコートを羽織ってきたんでうん、うん、思わず僕はもう家政婦の三田さんかなと思ったって言ったら「<laughs> テントさんが家政婦のヤラっていうネーミングつけたんですよ。で、放送中か放送終わりか分かりませんけど、そういえば、ヤライミさんって、日本語達者じゃないですか。まあまあそうですね。肌寒いだったりとか、はははいいい間髪入れずとか、まあ今までのね、お仕事の経歴ありますから。間違った言葉正してくれるじゃないですか。で、その間違ったもの正してくれる中で、 了解いたしましたという言葉を覚えてますよね。あ、はい、覚えてます。で、はい、彼女が使ってる言葉としては、了解ではなく、うん、承知いたしましたと、使ってるっていうのを、<laughs> 去年言ってたんですよ。言ってたわ。で、それを思い出して、家政婦のやらのくだりで、承知いたしましたと思って、<laughs> これを思いっきり家政婦の見ただなと思って。<laughs> もう去年から仕込まれてたんですね。<laughs> 新年一発目ではもう家政婦で行こうと。彼女なりに決めてたのかもわかりませんよ、これ。なのかなじゃないとこんな昨日みたいなクソ暑い日にトレンチコートとてや。<laughs> <laughs> いないから文句ちゃいまうあのナハとかね、えっとちょっとこのまあ繁華街的なというか、あのビル街とかだったら、なんとなくイメージはつくんですけど、まあまあ町中ならまだわからんでもない。ね、そういう人もいるだろう他にも。アベニューですかね。いないいないない。大体そう降りておや。あそう。まあまあやらさんらしくていい良かったですけどね僕はね。まあそんなやらしいもね今日頑張ってると思いますが、この後夕方6時から。 えー、会費2000円で沖縄市の体育館の方で平成29年沖縄市の新年祝賀会が開催されるということでございます、まあ多分飲みながらとかねちょっとこう軽食を食べながらとかうん、うんまあ、立食スタイルでしょうからね,ねそういったのはねはい、い,いと思いますね、うんえーまあ、仕事の縁をつかみたいとかいろいろこう考えてる方がいれば行ってみてはいかがでしょうか、うん、さあメールもいくつか来ておりますがこちら行きましょうラジオネーム さんさ今日の番組のテーマとしては予測変換なんですけれども、うんえー、その予測変換を送っていただく内容が青と横「あ」と「あ」の3番目の予測変換の文字何になるのか「あ」の予測3番目に出てくるのは何になるのか「でとの」のそして「よ」と「こ」ですね「青」と「横」というこの5つの文字の予測変換の3番目の文字を送っていただきたいというのが今日の番組のテーマです。さんさがですねいやっって言ったら、うん やっさ、やさや、やっさ、だったさ、うちなんちゅうやさや、やって売ってみてということ <laughs> やが多い。まずメールにやが多くてよくわからん。やさや。やっさ、やさや、やっさ。これつうちむにやしこれだたぶ <laughs> あの、僕、やって売ったらですね、<laughs> すカタカナで、うん、やらってなって <laughs> その前にカカは家政婦じゃないですかもしかしてギボさんカ <laughs> <ょ>はね<あ>違うなあ違うは違かったけどなあい,いやちょっと変則ですけどいやねいやってなんでしょうねこれねやってなんだろう <laughs> あ僕ねやはひらがなのやと<う>やりますよと<う>カタカナのやですねああ<ー>やって多分あんまり使ってないんでしょうねなるほどなるほどうん。 ま,まともでよかった、はい、いやこれでも人によってね、うん、全然違いますからね選んでる言葉がね。違うな面白いいですね <laughs> はい、この後、えー、夕方5時56分までの生放送なのでまだまだメッセージお待ちしてます。 さあ、5時のオープニングはソフェでライフお送りしました。この放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園、花風三里保育園の提供でお送りします。 さあガンダムさんからメールが <laughs> ガンダムさんやめれやまず <laughs> ウケるやし, <laughs> るやし俺も行ってしまうやし次から <laughs> ウケるやし <laughs> まあいいっすけど、えー、テーマ予測変換で「<laughs> あ」と「お」と「よ」と「こう」ですか、うん、僕はこれでした「うん、あ」「あじうた」「お」「弟風」「よ」「ひらがなのよ」うん「こ」「恋人」 えー、弟風はとぐろと書きましたということでいただいておりますはいクータ歌出ましたね出ましたねあ,あれじゃないもしかするとあでも3番目かあ<ー>いいじゃないいいじゃないまあ、恋人がデイ事件になるけど <laughs> 最後ね <laughs> 恋人にメールで打つんかねて <laughs> ちょっとあれだ、いろいろ考えちゃうね。<laughs> 考えちゃうなあどういう前後だったのかっていう。なぁ。味噌歌は嬉しいけど、恋人かなああああなんてメールしたのかな <laughs> 弟風も意味わからんしよ。<laughs> 弟風って何ですかね、これね。わかりません。何か読み方があるんですかね、これね。ねえともぶんさん。はい。ぬ、ひらがなのぬだと、うん。カタカナでぬ。 ヌーナ島が「ぬかりない」うん「うちなんちやせよ」って「<laughs> ぬかりない」「ぬかりない」ってメールで打つかねこれ言ったらもうキリがないけどよ <laughs>「ぬかりないな」とかって言たんですかね <laughs> ヌーナ島がもういれんなーあうんくくないまあ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 せいぜい「や」とか「わ」とかは使うけどうんうん うん、ヌーな動画ってメールで売ったことないやつ俺こんなメール来たらウケるけどマジで方言できたよやと思ったあれなのかな仲間内とのやり取りが多いのかな <laughs> あまあまあ友達とね、うん、こうやるっていうのはもう、まあ、それは多いでしょうけど<ー>でしょうけどですよあ,<ー> <laughs> あ,あそうカタカナのヌーとか絶対送らないなヌー多分これヌーしか送ってないでしょうね でしょうね。一文字でしか使えませんからねこれねすごいなみんな打つないろいろえあの青遠横ですよ遠横青と横ねあなた遠何ですか遠ね遠の3番目ね俺もちょっとあれ見てみっかな遠の3番目ね,番目ね僕はねあはあましたかあ僕は「取って あ3番目「と」「とって」あ「とって」あ「のをとって」とかあ多分僕の場合は「あなたにとって」とかの「とって」でしょあなたにとってすけべや <laughs> ああそう <laughs> いやあの説明のせいだからね今の <laughs> 1あの一一人言えるのえ 1> 一1は1番目と2番目の「と」言えるのあ言える言えるな何ねどうぞあどうあいいですねいいですね年明けあぽいねうんとってどういうことやかましてまあ、うん、まともだな いやもうちょっと変なの出てこないかな期待したけどな。僕ちなみにね、とうは、3番目はというですね。という。まるまるという。ああ、ちょっと理屈っぽい感じだ。いや、あの言い方だわ、そあ1番目はとも。とも。で、2番目がとーく。ああ。とも、とーく、という。こういう並びでしたね。なるほど、なるほど。まともですな。僕のね、こうの3番目はね、こざです。 あ、こういっちゃうはいあ危なはぶなあこコザ今年ございますコザあちょっとかぶってるわ俺今年もこちらこそ今夜はですねうわありさーだな何がいや引っ張るのやめてくれるマジで今夜今夜今夜は今夜はうん <laughs> いやいや今夜はぐらい使うでしょ今夜って打つ今夜は早く帰りますよってことですよ多分あ<ー>今夜はそれもおかしいけどよ今夜ね、うん、今夜どうって打ったんちゃう打 <laughs> ってないわ <laughs> 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 続けて打つわじゃあそれ <laughs> 俺今夜って打ったことないんじゃないかな <laughs> あるだろうよ今夜ぐらい打つでしょうよ <laughs> 変な話今朝とか使わないでしょああ使わない だろ、うん、今夜って <laughs> 使ういいだろうそれ出てんだからさ <laughs> 俺だっていつ打ったか分かんないよこんなもんそ去年だよ多分去年の出自の前だよ分からんけどなるほど知らんよ一応えー、北野ディスさんから頂い,いてますヤラ <laughs>、はい、さんの話、えー「トレンチコートに銃が似合うから銃を持って現れたら逃げられないね」「あんまりヤラさんいじると打たれないよ」 暑、えー、さよりも女性魂のファッション重視なんだねさすが矢田さん妥協なしプロやねということでなるほどね、まあ、おしゃれは我慢みたいなこと言いますからね矢田さんの場合はそれが出たんでしょういやあの昨日ちょっと話聞いたんですけどはい購読している雑誌毎月かな,なんか週刊家政婦みたいな話 <laughs> <laughs> ちょっと違うんですけどあですか5冊え 毎月毎月だよ何それえあのー、ファッション誌5冊ファッション誌で5冊そうやばくないこれ美容師でも取らないと思う、ね、<laughs> 5冊は <laughs> いくら何でも <laughs> えそんなにあるの種類あるか俺知らないけどあもうすごいみたいあそう、うん、えちょちょな何 <laughs> あ,あにゃまさか <laughs> よく分からんけどティーンズとか,なんか分からんけどごめんなさい全然知らないけど <laughs> 10代が読むのも見てんかもしかして30代のあいついやあのやっぱりファッションスタイル見ると、うん、この30代女性とかああまあね今のトレンドというかねう大人っぽいよねイメージ的にはね年相っちゃあちょっとあれかもしんないですけどうんあそ5冊だそれぐらい要はこのファッションについて、うん、めっちゃこう関心があって、はあ、普段からこう流行を 追ってるというかね俺もファッションの話やらっちとしてみようかな今度あいいんじゃないいいんじゃない全然わからんけどうんんか <laughs> そういえばさ今年さみたいな <laughs> 話から始めてみようかな <laughs> あでも月曜日のアシスタントいニューヨークで今年の何、うん、て言うのトレンドが決まるみたいね、うん、あえ何それ今年はこれでこうみたいなあそういうのがあるのみたい。 流行みたいなもそう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 まず男の目線から分からない世界ですよねこれねまずファッションの話でニューヨーク出てこないしあそうそういうのがあるのそうなんですようわこれはちょっとまあまあでもまあ言ってもテレビに出る人ですからね彼女もねそういったのはもう抜かりなくやるんでしょ何か購読したら一冊でもいいから毎月届く何かファッションの話ファッションファッションレゴスティーニーとかでもいいし つったからいいけど突込まんこうやさこれ危ないいいよやそんなの雑誌なんて普段買わないのがあなた雑誌買ったりすんの俺変わんな立ち読みする立ち読みはするけどほぼ中身見てない何見てるマーなんかさやあの立ち読みんか見張りか取って12ページ見たらあともうプルルルルってなってる流してるなんか知らんけどああ ページだけめくってあんまりこうがっつりっていうのはないかもあー立ち読みなんか最近したことないなあのコンビニとかでトイレが入ってて「うん、あいえ」っつってエロ本チラチラ見るぐらいはするけどあ<ー> <laughs> 横目でよ横目でなるほど、うん、それぐらいかなあんまりねそこに時間を探ってできないですよねなあないないないあ<ー>なんだろうねまあでも女性はそういったところは手抜かないですねやっぱね いやもう5冊はちょっとびっくりしてからさしたらもう月に5冊ずつ貯まっていくんだろ本がそう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 大ジーなってんかあいつの家だからものすごいって言ってましたよだからあもう雑誌がうんあそうなので FM5 さ、うん FM のロビーに読み古したやつをまあ置いたらいいんじゃないのっていうちょ提案をしてああもうみんなおしゃれになるように <laughs> まあまあまあ分かりませんけど これすごいなあそうええちょっと待ってねガンダムさんガンダいいもうね今まではガンダムファイターアルゴガルスキーって怒ってたんですけど今「ガンダムです」ってもう諦めてるや弟風」ではなく「弟風」ですよアニメの「悠々白書」っていうのがあってそれに出ていた「トグロの弟」のコメントを真似て書いたのが予測変換されたんです 恋人は点点点、想像にお任せいたします。はい。はい。ありがとうございます。ああ、弟風だったんだな。うん。弟風って、なん、なんか、なんとか風吹かすみたいな言い方あるから。弟風っていうのがあるのかと思ってましたけど <laughs>。うんうん。弟風。ああ。あ<ー>人の言葉遣い、分からん。冷める、見てもなあ。うん。ああ、そう、まあ、それ,れ、まあ、恋人は特に意味ないんでしょうね。寂しかったから、打ってみたんでしょうね。わかりませんけども。 わからんよこれは、うん、最近「どんなか」の返しに「うん、まあ実は」とか、うん「実は恋人がよ」とかうつかねどんなですかね、うん、これ僕らがはわ、あのー、からない世界ですから <laughs> まあな恋人って言ったらもう鈴木雅之しか出てこないけど年代ですねこれねブンさん <laughs>「ヌーナとが」は四時代アジラジにメールして使ったんだよ。<laughs> これさガジャンカシマサイヨや半袖だしヌーナとがして早速行くよーの時ですね。あーえーあーは何々アンドのアンドって字ですね。うんうん、数字の8みたいな。うん、でおが沖縄とが時から、うん、よがヨがようと、ん、コがコムーチというね。うん、コムチ <laughs> コムチも <laughs>。 難しいすね難しいっすねいつ使ったんでしょうねああそうやっぱあのもしかしたらだけどアジラジに送ったメールがきっかけの言葉なんていうのはあるのかもわからないなああなるほどなるほど今日特にメール頂いてる皆さんはもうアジラジレギュラーっすからそういった意味ではガンダムさんもそうなんじゃないのもしかしてガンダムさんも恋人がどうのこうのっていうメールこっちに送ってきたんじゃないのああ朝の放送とかねまあまあまあありえるわああそういうことねかもしれんななるほどなるほど失礼いたしました これにしてもだなえあと何か発表してないのあったっけ青とよこうかこうって見た自分のこうはね僕こざこざでした、ね、ああそっか言ってたなこうね俺言ったっけじゃないであか？よ」がまだか「よ」はまだじゃないですか僕はですねほんとすいません <laughs> もう「よ」はもうひらがなの「よ」ですねああ3番目がうんおそう僕2番と3番一緒なんですよおう 3番目はね漢字でよろしくで2番目がひらがなでよろしく 1>, <う>1番目夜 1> <laughs> うなんか怪しくてしょうがないな今夜から夜ってなんかもうあれだな。<laughs> そんな夜の話してないんですけどね予測変換ですからねでもねこれねでも自分でも覚えてないわけですね全く覚えてない身に覚えがないです不思議だな記憶にございませんです本当にさあということで、えー、この後5時30分から子供たちのコーナー未来家内のコーナーまでこの曲をお送りしたいと思います味噌、えー、汁図ということで、うん、お年玉という曲を一曲お送りしていきたいと思います じくたじよみ,みんなみんなラジラジかじたくだいたラジオみんなみてねーバイバーイ カフーみちお保育園プレゼンス未来家内さあ少し早いですがこの時間子どもたちのコーナー未来家内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会みちお保育園カフーみさと保育園の提供でお送りしていきます 沖縄市東原にあります道代保育園の子どもたちそして沖縄市の三里にあります花風三里保育園の子どもたちの様子園の様子をですねお伝えしていくそんなコーナーでございますさあ今週は、えっと、一昨日からかな子どもたちもですね保育園スタートいたしましてでその保育園の最初、まあ、初日にですね新年会平成二十九年の 新年会を開催しましまたで子どもたちもそうでしたが、まあ、保育士の皆さんからですね今年のえとに関するお話だったりとかでこれからまあご紹介をする鏡餅の意味またはこう門松の意味こういったものをです、ね、子どもたち用の、まあ、子どもたちの目線になって分かりやすく説明しておりますのでその様子を今日は聞いていただきたいなと思います。 もう一つね、国子先生とけい先生がお話ししていましたお正月のねたくさんの飾り物のお話泉先生さん保育園にあったものとか泉先生のお家にあるのを少し持ってきてみましたまずこれなんだ これねとってもちっちゃい上ねみかんじゃなくってちょっとニワトリがのってるんだけど本当は上にダイっていうねみかんの仲間のものがのっていたり飾り物にも大切な意味があるんだけど泉先生今日はおうちにね飾るのちっちゃいの買っちゃったからちっちゃいの持ってきましたさあこの鏡餅どうして飾るようになったのかといいますと 新しい年1月1日明けましておめでとうの新しい年が来たらね神様がみんなのお家にもやってくるっていう昔の人は言っていてねその時に神様へのごちそうお供え物としてこの鏡餅を飾っていたんだってね神様のためにこれを飾っていたこのお餅をまたね1月11日鏡開きの時に このお餅を食べたら神様の、ね、守ってくれる力とかそういうのを自分の体の中に入れることができますよっていうのでこの鏡餅をね飾るようになったんだってこの前餅つきの時にねみんなでついたお餅も鏡餅にしてしまったけど明日たけど。 ね、作り方ちゃんと分からなくってねちょっとカビが生えちゃってお正月まで持たなかったんだけどその年のねとれたお米をあの感謝して神様へのプレゼントにしておいてあげたのが鏡餅なんだってさあ今日はさ玄関下の方で見たお友達いますかいた これ,なんだこれはねとってもちっちゃいのだけどね一回外にはもっと大きいのが飾ってあったよねこれはもう一回分わかろうとまだってみようせーの<松>そうこれはかどまつって言います竹とか松とかがね飾られているこれはねん そうかなでも調べてきたから教えて話してもいいこの門松はねまたこれもお正月にその年の年神様っていう神様がまたやっぱりみんなのお家に来るんだってその時にねこの門松を目印にみんなのお家に来るんだって そしてねこの年神様っていうのが家族の健康や商売繁盛ってお店屋さんがたくさんお客さんが入るようにっていうね約束してくれる神様なんだってだからね今はねお家ではあんまり飾るところないかなと思うけどお店屋さんとかねそういうところには飾っているよねお正月は年神様っていう神様がやってくる時期なんだってそれでこの門松も飾るんだそうです このはもっと大きいからね祥、えー、くんさここの穴の中覗き合ったけど何も入ってないからね <laughs> さあこれは何て言ってたこれ何だった玄関のところに飾るのだよねこれにも名前がある何だ これはお話ししてなかったかな忘れちゃった忘れちゃったから、じゃあ教えてあげましょう。これはね、しめなわって言います。そう、しめなわねそう。ちょっとね、いろんな形があるね。こうね、と結びみたいにしてるのとか、周りのとか。しめなわ。行ってみるしめなわ。シメナワシ そうこういうこいねお米のこ,こで作った縄の方ねこれもねちゃんと意味があるんだって神様を、ね、呼ぶのにふさわしい神聖な場所ここは神様が来るのに上等なお家ですよっていうのをね目印にするものなんだってそしてねこれが。 家にバリアをして悪いものが入ってこないように守ってくれるんだってそれにね天照大神っていう名前の神様が昔いてこの神様岩の中に隠れんぼしようとしてたもう出たくないよって言ってたのを太陽の神様だから太陽なくなったら困るでしょだからこれでね 中に入らなないでみんなのことを太陽で照らしてくださいっていうお願いも込めてねこれを飾るようになったっていうお話もあるんだってこれね神様が来るののお家の目印車にね飾ってたりお家の玄関に飾ってるところもたくさんあると思いますこれは「しめ縄ですよ」見たら「あしめ縄だ」ってお母さんたちにも教えてあげてね。 はい、さてお正月ね今見て,てもらったのは飾りのもの鏡餅としめ縄と門松でしたもう一つお正月みんな、うん、何かさっき自慢してたでしょ何かいただいたものがあったよね何だったお年玉正解お年玉園長先生がねもらったでしょって聞いたときにいっぱいもらったって言ってたよね 500円もらったっていうお友達もいたし300円もらったよっていうお友達もいたねもっといっぱいもらったから6個もらった人は6枚7枚8枚9枚10枚まだもらっていない11あたくさんもらったお友達もいるし まだのお友達もいるのかなさあそれでは道塩保育園でも園長先生からお年玉をもらいますイエーイではお父さんって言ってね本当はね お酒が入ってるはずなんですよみんなお酒飲んでから酔っ払ったら大変だから今日はねおととに似ている白い飲み物を準備しましたこれで体を清めて園長先生からお年玉をいただきたいと思いますがみんな一度にはもらいに来れませんので。 ね、あアリエスグ組さんかなかなアリエスグ組さん年少さん年中さん年長さんはお部屋に先生たちがねお正月の遊びって言ってね昔から日本でやられている遊びを準備してくれていると思います今はみんな出張やってるけどかるたもお正月遊びだったんだよお部屋でお正月遊びをして待っててもらっていいですか ありがとうジュリナさんお部屋で待っててもらってもいいですかいいですよはい、では、ね、お年玉をいただくのはオリオン組さんから順番に行きたいと思いますのでではお兄ちゃん、お姉ちゃん、先生たちについて移動お願いします さあということで今週は沖縄市の道場保育園の子どもたちの様子新年会の様子を聞いていただきました。 おととい1月の4日に開催されたんですけれども新年の挨拶があって年長さんの和太鼓があってその後園長先生の挨拶がありその後にお正月のお話十二子のお話ですねでそれ以外にも、えー、園長先生からお,とそそしてお年玉をいただいた子どもたち、えー、そのお年玉の中身なんですけれどもゼロ歳児は、まあ、赤ちゃんせんべいが入っていました。 えー、一歳児以降になってくると、まあ、きなこせんべいがその、まあ、ポチ袋の中に入っていたということですね。うん、であのー、お餅とかしめ縄とか門松の話もしてたんですけれどえっとね、えー、鏡も違うじゃないですか、うん、新しい年になると、まあ、神様がやってくるらしいんですね。はい、1> で、えー、1月の11日にこそれを食べるということなんですがこれであの体を守ってくれると。 いうそんなまあ意味がねあるということらしいんですね11日に開けるんだ1月のね<ー>で、えー、門松なんですけれども、うん、その年のこの年神様というのが、うん、まあこの門松を目印にやってくるとなのでそれをこう要は、まあ、お店だったりとか、うん、まあ自宅も入るんかな えー、玄関とかに置いていくとそのお客さんが入ったりとか商売繁盛につながるとまあ呼び込むっていう意味だその目印になるようにとさらにしめ縄ありますけれどもこちらも神様が来るのにふさわしい場所 目印ですよということでそういった意味合いがあるということらしいですねそれぞれ意味あんのね一応ね僕らもね年末から準備をして年始に飾ったりとか置いたりとかしますけど意外とこの意味っていうのはねぼんやりとしか知らなかったなあの鏡餅うちも一応置いたんですよ100均で買ってわざわざそれを買いに行ったわけじゃなくてたまたま鏡鏡餅が並んでたから どうするっていう話振られたの嫁からうん、うん、でもういいんじゃない3日だしっつって三が日の3日どうせすぐ食べちゃうんでしょって言ったんですけど、うん、一応買って置いてあるんですよ家にうん、うん、だからまあ11日まではいいわけだ っていいうことらしですねそういうのはちょっと詳しいとかっこいいなでもね全然知らないからねさらっとね子供たちに聞かれた時にこういう意味なんだよと分かりやすく説明できたらねああなるほどねまあ来年には忘れてるんでしょうけどね多分旧正月まで持たないでしょうね記憶はね持たないと思いますねまあでも覚えておいてもねそうないのではないでしょうかさあ未来な内このコーナーは 社会福祉法人人福祉会道塩保育園花風見里保育園の提供でお送りいたしました来週は沖縄市の花風見里保育園を紹介します さあ、時刻は5時45分にもう間もなくなります。アジクーターラジオ、週末・金曜日、お送りしております。さあ、あの天気が、まあ、週、そうだな。今年の初めぐらいから、まあ、曇ったり、うん、で時折、朝雨降ったりとかね。そうね、いろいろありますけど、ただ、大雨になったりとかっていうのはねないですが、今週末はまた成人式。 各市町村であると思いますがとりあえず今日の天気情報からいきましょうかね夕方、まあ、あくまでも予報ですが雨で雷を伴うでしょうということでございます。降水確率30% 明日7日土曜日、北西の風、はじめやや強く曇り、波の高さ3メートルのち2メートル、1日の降水確率20%の見込み、朝の最低気温が20度、日中の最高気温が25度となっています。さあ、1月の8日、日曜日ですが、曇りの天気の予報ですが、降水確率やや高め40、40%となっています。 でですね、えー、来週の月曜日、まあ、成人の日ということで祝日になっていますが来週以降、ちょっと気温が下がるらしいですね、うん、17度、16度ぐらいかな、最低気温が、うん、まで落ちるということらしいですね。なるほど、はい、まあ年明けて正月は天気良かったですからね、うん、少し肌寒くなるのも悪くないかなとは感じますね、うん、冬らしいというかね。 冬っぽいなーって思いたいなと思ってんすよ。うん、うん、あの高柳ように白い息も出したいし、うん、なんか厚着もしたいしな。 1回ぐらいは 1> <laughs> 1回ぐらい出番あってもいいよな <laughs> お本当によ <laughs> 冬のアウターそうそうア,ウアウターアンディ <laughs> ファッション誌引っ張ってきたな早速 <laughs> そうそう出番出待ちしてるんですよ今ですよねまあまあ言,言ってもそんなね厚着するのそんな好きでもないけど一応ね、うん、冬ですからね、うん、沖縄もなただ天気悪くなるのはちょっといただけないけど、うん、もうちょっと雨降ったりしてるからねうん 今日もこっち向かうとき雨降ってたからさ、あそうですかうわーと思ってたんですけど、まあ、今は上空、ちょっと雲も少なくなってきてるみたいですから、うん、今夜は大丈夫かな、と、はい、いう意味だよね、はいえーまあ、今後の天気予報をチェックしていきましょう、まあはい、節分までね、えーまあ昨日のいえば寒の入りから節分ぐらいまでこう寒くなっていくらしいんですけど、うんうん、その後また三寒気温で春になっていくみたいなね、うん、週の3日は寒くて。 4日は暖かいみたいなラジオネームあららイガーさんがスタジオの外にそうす外というかロビーにいますね,今ねす入ってきました入れをえっとね次女<ー>が生まれたんですよね、はい、30日、まあはい、12月の30日にいいいがあららまアララガマ家あららイガー家に次女が誕生したそうです何でしょうかこれは差し入あったかいんですよ ちょっとしますねなんだろうこれタコって。見たことないモスバーーガすねおおギボさん大変ですよ何ですかモスバーガーのチキンがめっちゃあるおおーモスチキンモスチキンですねうわあいいありがとうございます食べやすいんすよ初めて見たこの入れ物だからな赤の入れ物店もビビったはずなこんなにこんな箱 あ,ありがとうございます。後で美味しくいただきたいと思います。逆に僕らの方がねあげたいぐらいなんですけれども、うんねえね、逆にいただいちゃいましたね。ね<え>ありがとうございます、まあ。おめでとうございます。はい、えー、<laughs> 昨日かな？はい、あの娘さんが我が家に。まあ退院をして帰ってきたというね。うん

マサイガーさんに向けてあなるほどなるほどあのプレゼントがあって、うん、FM コザーでちょっとお預かりしてたんですよあ,あそれを受け取りに来たんだはいとおっしゃってたので多分今事務所で受け取られてると思いますけれどもなるほど嬉しいよねこういうのね、まあ、お祝い事はみんなでねなんかおめでとうっつって喜んだら楽しくなるしね、うん、こっちもねそうですね追決、うんえー、の方でもみきおから、はい、おおめでとうございますチお<う>さんからもあらら釜サイガーさんおめでとうございます などなどいただいておりますありがとうございます、はい、いいですねさあ2017年ですけど、はい、今年のいらみなさんの目標とかってあるんですか今年の目標はい、うん、えー、っとありますお、あります,<う>りますよ、えー、ではオープニングでは今年最高のくじを引いたということで <laughs> あそうそうそうなんですようもう大吉,大吉も大吉超大吉ですよ 超大吉,、うん、大吉ってさ書いてあるものについては「えー、大吉なのになんでこんなこと書いてあんの?」っつうのあるじゃないですか、うん、もうそれが一切ないっすもう僕にとっては「あなたもう大丈夫です」ってもう引用されてるようなもんであもうじゃあこう後ろ盾がすごいんだすごいっす<ー>もうやばいっす大吉ですもう僕えで財布に入れてんだっけ神様が神様も入れてますあのちっちゃい金色の神様あれとおみくじをあついでに言うとその神様が 包まれてた紙も一緒に入れてますもう <laughs> <laughs> ワンセット全部入れてるあそうですかうんうんだからもうちょっといいことあるんじゃないかなつって。その中で印象に残ってる 言葉というかあ,ーありますよ響いてるのあるんじゃないですか、うん、東の方角がめっちゃいいって書いてあったんですよ東の方角、うん、もうとことん東って書いてあったんです合わせかな <laughs> いやいやまあ沖縄市で言うとそうなるかもわかりませんけど東がいいんだなって思ってるんですよ明里浜タウンとか明里 <laughs> 浜そうそうそうですねまあそういうことになるんでしょうね<ー>だ、まあそういった意味ではその東方向<ー>もしくは東という文字がつく場所<ー>とかで何か いいことができれば東ね、うん、思ってるんです。あ、さいさんあ今受け取られましたね。おめでとうございます。いや、いいね、東か何があるかな。だからね、僕もまだ全然思いつきませんけど、まあそういうことなんだなぐらいはちょっと頭に置いて。2017年やっていこうかな。やっていきたいなと思います。あ,<ー>あなたも言ってもおみくじぐらい一応引いといた方がいいっすよ。まあ週末行こうかなと思いますけどね。あます <laughs> まあまあまあきり、うん、いいわ。うん。 あ,あなたもその来週のあじらじあたりでおみくじ引きましたっつってちょっと発表したら皆さんから何かアドバイスがまたいただけると思いますからね今まで引いたことのないもの引きたいですねうーんというとまあ良くも悪くも今日とかそういう話う、うん、あなた言ってもちょっとうんいいところあるからな <laughs> なんか知らんけどありますかねなんかそう思うのようん 支えられてる感覚がる支えられてる感覚。<laughs> 守護神。<laughs> 守護神が強いイメージだ。俺、誰にだったかな <laughs> 守護霊普通三人いるって言われてるらしいんですけど、<laughs> はいはい、あなた一人だけだねって言われたことがあって、<laughs> 少なって覚えてるんですななんいないやし、逆に。その一人めっちゃ強い奴あんに、ね、もしかして強人かも。大事ーーな守護神ついてんじゃないの まあわまかりませんけどでもおみくじもさなんかいろいろあるでしょ大,と大吉吉小吉なんか中吉とかうんうんで順番よく知らないんですよ僕 <うん S 1> で大吉の次が吉中吉うんどうだったかな,なんか小吉と末吉もあるだろあるあるあるむずいだろその並び <そう S 1> ちょっとなで何年か前にあのその神社行った時に神 <おう S 1> 主さんというかその神社のおじいちゃんがいて聞いたんですよ 順番なんっつって「大吉が一番いいのは分かります」っつって聞いたんですけどその人いわく「順番はないんです」とおおもうそれぞれに意味があってそれぞれがオンリーワンなんですって言ってたんですそのえがこの人差し指を立ててそれぞれ特別なオンリーワンなんですって言ってたんですよそんなこと聞くんじゃねえとそうそうそうやなこと聞くんじゃねえよっつって正月早々この野郎っつって言ってたんで だからか結局分からずじまいなんですよ <laughs> まあでもそれがまあ1年覚えてるか言われてるもそうだし財布の中に入ってたとしてもえっ入ってたんだって後々なるさやっぱりそうそうそうだからそれぐらいってことですよねまあ言ってもねそのおみくじがどうだったからなんか盛り上がるのも1月いっぱいじゃないのわ、うん、かりますただただ今年は俺はこの超大吉うん 大事にしして見返たいと思いいますやこれはねやっぱりそれほど中身がすごかったんでしょうねめっちゃテンションあ嫁が「ちょっとこのアパート狭くない?」っつって「引っ越ししよう引っ越ししよう」っつって東に東や年末な年末ずっと言われてたのはいはいはいでさ「え引っ越し」っつってもさお金もかかるしさってもう渋ってたの俺ところがおみくじにんか引っ越し矢移り矢移りか転居とかかなはいはいはい しばし待てみたいなことがあったわけ。<ー>で、それを見せまして、<う>ほらなっつって、<う>そんな焦るもんじゃないんだよっつって<う>説得できたんですよ。なる,なるほど、なるほど。これがもう一ついいことが僕の中では。嫁を説得できたそう,そうそうそう。う説得材料のこの後押しがあったんですよ。大吉に。<laughs> なんまあ、それはもうずっとっつわけにはいかないけれども。<laughs> まあ、しばらくは効果があるんじゃないかと。ま、だからもう言ってましたよ。今年は引っ越しないんだっつって。 そうですっつってそういう会話をね正月早々やってましたけどそうなんですねまあ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 一つちょっとご利益があったかなという感じですかねまあまあまあでも先ことですねまあまあまあその通りにというわけではなくてなんかまあ僕の思惑通りに何かいいことが起きればいいなっていうぐらいですけどねそうだねまあこれがこう背中押す的なねそうですね何かなればいいんじゃないかなと思いますけれどもはい さあ、ということで、えー、新年最初の週末の金曜日のアジラジでしたけれども、あと40秒しかありませんが、はい、どうでしたかねうん、まあ、相変わらずです。うん、あの、言っても1週間休んだだけなんで。なるほど。そんな変わりはないです、はいまあ。今年もよろしくお願いしたいと思います。最高な。 イラミナさんで、はいもうもう超大口ついてますか僕、<laughs> やばいっすか今年、<laughs> しばらくいってそうだな <laughs> 引、引っ張る引っ張る、まあじゃあ今年もよろしくお願いいたします、はい。お願いします。アジクーターラジオこの放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園花風里里保育園の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は DJ モーリーとイラミナ正希でした。また来週。